Thank you.
勝ちました一条高校の校歌を聞きます。準々決勝第2試合
森山の選手涙があります。よく戦いました。ご覧のように6対5で智弁学園が勝ちました。ただいまより智弁学園の栄誉をたたえ同校の校歌を演奏し校旗の掲揚を行います。涙の郡山高校、これから智弁の校歌が流れます。智弁学園の校歌が流れました。勝ちました智弁学園、これで2年ぶりの決勝進出ということになります。春夏連続の甲子園出場に向けていよいよ決勝まで駒を進めてきました。三塁側智弁学園、スタンドから大きな拍手です。一塁側からも大きな拍手が聞こえます。敗れた郡山高校が今ベンツグラウンドから去っていこうとしているところです。多くの選手に涙、いい試合でした。準決勝にふさわしい好ゲームでした。智弁学園が勝ちました。この結果、明日の決勝戦は天理と智弁学園、奈良の私学の両雄の対戦ということになりました。